第33回 NHK 紅白歌合戦は1982年12月31日に NHK ホールで行われた通算33回目の NHK 紅白歌合戦。21時から23時45分に NHK で生放送された。前回の出場歌手の中より今回不選出となった歌手は以下。郷田道人紅白歌合戦の舞台裏。 週刊明星1982年10月号、ゴーダ、紅白歌合戦の真実、紅白、薬師丸広子、初出場。昨年、塩祭のメモリー大好評で美声再び、芸能、スポーツ報知、2014年11月27日閲覧。桜田はそれ以前に、この年8月24日放送の NHK 歌謡ホールで同曲を歌唱している。 クワタケスケ、ブルーノートスケール P184 から185、六金音、1987年。なお、この広告には3波の他にも、斉藤誠、黒柳哲子、カモン夫、ツイブマサトウ、西条秀樹、アントニオ猪木、筑紫哲也からのコメントも掲載されている。朝日新聞1998年6月25日号、同曲は、 第25回で歌唱予定だったが、急遽別の襟も岬に変更した。同回の項も参照。この中には陶芸家の酒、伊田柿衛門もいた。ありがとうございます。